ゼアミ、ゼアミ、ゼアミ、ヨアミダブツ、昌平18年、ジョージ2年、1363年、夏吉三3年8月8日、1443年9月1日、は、日本の室町時代初期の山と猿楽血先座の、猿楽師、父のカンアミ、カンアミダブツと共に猿学、猿楽、猿楽とも、現在の脳を体制し、多くの章を残す。 勘網、勘阿弥の脳は、勘勢流として、現代に受け継がれている。幼名は、鬼谷社、そして二条義元から、藤若の名を賜る。通称はサブロー。実名は元清。父の死後、勘勢大部を継ぐ。四十代以降に、自衆の法名、自衆の男の法名、改名は、阿弥陀仏、阿弥陀仏号。 ちなみに世は関西に由来である世阿弥陀仏が略されて、世阿弥と称されるようになった。世の字の発音が濁るのは、足利義満の指示によるもの。正しくは、世阿弥。世阿弥が生まれた時、父である関阿弥は三十一歳で、大和猿学の有力な役者であった。関阿弥が率いる一座は、幸福寺の飛護を受けていたが、京都へ進出し、第五寺の七日間工業などで名をとどろかせた。 ゼアミは、幼少の頃から、父の一座に出演し、大和国十四軍の沖縄岩寺で、畜草地言に指示し、参画した。1374年、または1375年、神阿弥が今熊野で模様した、猿学、猿学の王二十2歳のゼアミが出演した時、室町将軍、足利義満の目に留まった。以後、義満は、神阿弥、 ゼアミ親子を庇護するようになった。三百七十八年の議論会では、将軍、義光の佐治記に、ゼアミが禁じし、公家の批判を浴びている、あと熊行三百八十四年に、カンアが没してゼアミは、カンゼ太夫を継ぐ。当時の貴族、武家社会には、有限を尊ぶ気風があった。ゼアミは観客である彼らの好みに合わせ、言葉、所作、歌舞、 物語に有限美を漂わせる脳の形式、無限脳を体制させていったと考えられ、一般に猿学者の教養は低いものだったが、ゼアミは将軍や貴族の保護を受け、教養を身につけていた。特に摂政二条義元にはレンガを習い、これは後々、ゼアミの格納や脳芸論に影響を及ぼしている。義光の死後、将軍が足利義持の代になっても、 世阿弥はさらに猿学を進化させていった。風刺家伝、1400年頃成立か、イタリ花道が表されたのもこの頃である。吉持は猿学よりも、タラガ好みであったため、吉光の頃ほどは恩恵を受けられなくなる。吉持が没し、足利義則の代になると、弾圧が加えられるようになる。1422年、関ン大部の座を、長男の関ン元美に譲り、 自身は出家した。しかし将軍、足利義則は、元宮美のいとこにあたる関税三郎元重、音阿網を徴用する。一方、戦闘御所への出入り禁止、1429年、第醐清志達宮の落闘食費面、1430年、など、ゼ阿ミ、元宮美親子は、地位と工業地盤を着実に奪われていった。1432年、 長男の関前元宮美は伊勢阿能津にて隠しした。失意の中、世阿弥も1434年に佐渡国に流刑される。1436年、永京八年には悲島省を表す。後に気楽したとも伝えられるが、幼少時に参岳したホイワに消えし、世阿弥夫妻は至り沖縄全門、ことぶき椿全にと呼ばれ、電磁閣一段を寄進したことが農調に残っている。 大徳寺に分骨されたのではないかと言われている。関瀬小次郎画像さんによれば、下吉三年、1443年に没死したことになっている。世阿弥の作品とされるものには、高砂、井筒、サネ森など50曲近くがあり、現在も能舞台で上演されている。また、風刺家電などの芸論も、資料価値だけではなく、文学的価値も高いとされている。著書、 風刺家電、風刺家電、家電書では観客に感動を与える力を花として表現している。少年は美しい恋と姿を持つが、それは自分の花に過ぎない。脳の奥義である誠の花は心の工夫公案から生まれると得。寄すれば花なり、寄せずは花なるべからずとして、風刺家電の内容は長らく秘伝とされてきた。ゼアミは、 数多くの洋曲を残している。洋曲とは、脳における不死と言葉、または、脳の脚本、歌い本そのもの、を指す。ゼアミは、父の遺訓、また自ら得得した、芸術論を、道のため、家のため、風刺家伝多数書き残した。その伝書は、秘伝とされ、ゼアミの血筋を受けた、落ちかん聖そしてかんぜ僧また女性全築を通じて、 コンパル家などが多く所蔵した。室町後期に、落ちか成果が絶え、関ん宗家から入った養子が再興したことで、落ちかんぜが最も多く有していたと言われる伝書はあらかた、関宗家に渡った。またそれとは別に、落ちかんから複数の伝書が脳を愛好した、徳川家康に献上され、家康を通じて、細川雄斎や織田信忠がこれを手に入れている。近世にも、 農学関係者や一部大名家を除いて出回ることはほとんどなかった。数少ない例外として、十四代大部の関税、清下と共に、ゼアミ伝書の収集に尽力した十五代大部の関税、元明が、七百七十二年に修道書に注釈を加えて出版し、座集の一部に配布したこと、元章の講演者であった、田安宗武が、 関西大部が所蔵する本の一部を著者したこと、そして1818 18年に、竜帝種彦が家康の蔵書であった、猿楽団義を手に入れ、周囲の文人数名が写本を作ったことが挙げられるが、これ以外に目立った形で、ゼアミの著作が表に出ることはなかった。二十世紀に入り、吉田東吾がゼアミ十六部集を出版し、当時知られていたゼアミの伝承を一挙刊行した。 以後研究が進み、現在では、ゼアミの伝書として21種が認められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。